この芝。お客さん来ないですね。そう思うのならば呼び込みをするなり我が輩を手伝うなりしたらどうなのだ。ああすみません、商品の陳列ですよね。せっかくですから新商品も並べませんか。あのポンコツ店主、仕入れるときは必ず我が輩に相談してからにしろと常々言っていたはずなのに。この芝。お待たせしました、こちらが新商品です。見たところ指輪のようだな。どのような効果が。例えば気分がどんよりしているとついつい後ろ向きな発言をしてさらに気がめいってしまうことってありますよね。この指輪はそんな人たちにとっての救世主。後ろ向きな発言をしないよう強制してくれるんです。なるほど、思考が前向きになるような魔法がかけられているのか。違いますよ、マイナスの感情を含む言葉を発すると爆発する魔法がかかっているんです。辛いとか寂しいとかそんな言葉に反応して。まあこんな感じで爆発してしまうので身につけている間は自然と発言に気をつけるようになります。どうです、すごいでしょう。あれバニルさん、どうして何も反応してくれないんですか。そんなに睨まれると怖いのですが。このように何度か爆発を繰り返すうちに体に刻み込まれた恐怖によって後ろ向きな発言が抑制されるんです。いつも前向きな気持ちになれるなんて素晴らしいアイテムだと思いませんか。我が輩はたった今重要なことを二つ理解したぞ。一つはその指輪が商品としてはゴミであるということ、そしてやはり汝はポンコツ店主であるということだ。ああバニルさん、そんなこと言っては。悪口もマイナス感情を含む言葉にカウントされるとはよくできているではないか。だがこれは店には置けん。そんな絶対に売れます。バニルさんに分かってもらえないなんてなんだか悲しくなってきました。今のはわざとではないんですけど。これで分かったであろう、この指輪を店に置くわけにはいかないとな。分かりました。爆発で散らかった店の片付けは我が輩がやっておく。汝はその危険物を人目につかない倉庫の奥に戻しておけ。絶対に売れるのに。指輪の箱を運びながら喋れてない、また爆発するぞ。そんな大丈夫ですよ、さっきついうっかり言ってしまいましたけど。はぁー、言ったそばから。我が輩が仕入れたポーションまで巻き添えを食らったではないか。でも私さっきは後ろ向きなことを言ってませんよ、一体どうして。汝がさっきついなどと抜かしたからではないか。あのバニルさん、どうして殺人光線の構えを取っているんですか。売れると踏んで我が輩が大量に仕入れた高級ポーションが全て台無し、汝というやつは店の赤字を増やすことしかできんのか。すみません、すみません、悪気はなかったんです。だから殺人光線は問答無用。おい、この芝。
してこのお店にはお客さんが来ないんでしょうか。このお店には素敵な商品がいっぱいあるのに。おい、最近ウエスト周りを気にしているのに昨夜こっそりお菓子を食べてしまったポンコツ店主よ。え、どうしてそれを。もしや見通す力を使ったんですか。ふん、少し釜をかけてみただけのこと。何時のしそうなことくらい手に取るようにわかるわ。うん、ひどいです。何時の悪感情美味である。ま、おやつ程度ではあるが。もうバニルさん、からかうのはやめてください。我が輩とて単に何時をおちょくるために声をかけたわけではない。聞きたいことがある。先日我が輩が仕入れた例のポーションはどうした。例のポーション。先日仕入れた木の箱に入ったものだ。ああ、あれですね。大丈夫です。ちゃんとアクア様にお売りしましたよ。仕入れたばかりなのに処分品として半額で売るなんて、バニルさんはお優しいですね。そうかそうか、ポンコツ店主でも時には役立つものだな。バニルさん、なんだか目が怖いです。あのポーションが本当に栄養ドリンクだとでも思ったか。え、違うんですか。それじゃアクア様が買ったのは毒薬だ。飲んだものは即死する。どうしましょう。アクア様の身が心配で。ちょっとウィズ、あんたんとこで買った栄養ドリンク、あれ一体どうなってるのよ。アクア様、無事だったんですか。無事じゃないわよ。あのドリンクを飲んだらお腹が痛くなってトイレに駆け込んだわよ。腐ってたんじゃない。すみませんすみません、実はあれ栄養ドリンクじゃなかったんです。はあ、どういうことよ。それにそこの小悪仮面、あんたさっきから何をニヤついてるのかしら。いやすまぬ、これでも讃えているのだぞ。普通なら即死するはずなのだが、腹を下す程度とは。ポンコツプリストの面目躍如といったところか。ポンコツですって。あの二人とも。もっとも、真のプリストならば飲む前に毒に気づきそうなものだが、もしやお通じを良くするためにわざと飲んだのか。はあ、毒なんか気づく前に簡単に浄化しちゃうし、そもそも女神はお通じが悪くなったりしないんですけど。落ち着いて。せっかくだからあなたも私が浄化した水を飲んでみる。あ、でも悪魔が私の浄化した水を飲んだら消滅しちゃうわね。私はお腹を下す程度だとしても、そっちは消滅しちゃうもんね。プーくすくす。セイクリッドエクソシズム。甘い、華麗にたっぷり。あの、お店で暴れないでください。今日という今日はその小悪仮面を女神パワーで粉々にしてあげるわ。この仮面を破壊したとしても消滅するわけではないぞ。こうなったらとっておきの大技よ。やめてください。アクア様、アクア様の大技なんか出されたら私まで浄化され。やれるものならやってみろ。もっともポンコツプリストごときの大技などたかが知れてるがな。やめ。だったら試してみなさい。セイクリッドターンアンデッド。消えちゃう。私はただ商品を売っただけなのに。ポンコツ店主の悪感情美味である。だがこれ以上は店主が店もろとも消えてしまう前にさらばだ。こら逃げるな。女神の天罰を受けなさい。アニルさん、ひどいです。